ただいて。お客様でそんな気使わなくていいの。この番組しょっちゅう見てて、はい、これ一回は来なあかんなと。ピーマンは何や、あのこの酒のこの蓋で芯を抜く、あれとかスパゲティをなんか吹きこぼれないようにスプーン入れとくとか。本当に細かいとこご覧いただいてですね。いや、だから面白いなと思ってた。いやいや、光栄ですよね。でちょっと足らんのはやっぱり格やなと思ってたから前田前田ビビりまくっとるよ初めてやね、はい、初めて、初めてお会いして、もう近づかれへんオーラが高い。そんなね、アッコさんが、はい、なんと今日はですねプレゼンターとして、はい、クマを一撃で倒してくれ、お前を倒すぞ。すいませんでした。あれ、あ、すみません、そんなこと書いてなかった。それからちょっと待ってね、ユーソラすごいってのはないの。さあ、でも本当はどんなテクニックを。今日もね、私が紹介するのはこちらの時短テクニックです。ワインのコルクを一瞬で抜く時短テクニック。どんどん時短を時短してほしいなっていうね感じはしますけれども、さあでも今回はこのワインのコルクを一瞬で抜くテクニック、はい、そこでワインオープナーを使ってコルクをどれくらいで開けられるのか挑戦。それでは用意スタート。いや、もうこれ入れるのでも、いや、これなんかちゃんと入れないとね。さあ、コルクが抜けた方は皆さん挙手してくださいね。さあ、これちょっと今まだ石原さんが一番早いけれども、それでも苦戦している。あっという間に10秒経過しましたよ。あれ、ごめんなさい、石原さん15ラップが、はい、15ラップで分かっております。はい、金ラップが終わった。はい、木下さん終わった。さあ、そらちゃんに至ってはまだ刺してもいない。斜めに変動してますね。斜めに変動してますね。斜めに変動してますね。ということで結果、皆さんやっぱり苦労した様子。女性に関しては1分以内で誰も開けることができませんでした。意外に難しいと思わない。力がいるんですよ。力がいるした、あれっていう時にオープナーがないっていう。あるの、あるの、あるの。オープナーいらないですか今日は。今日はおそらく手刀でこのコルクをプッて吸うとかね。もうこれは本当に絶対覚えてた方がいい。はっきり言って、うん、テレビでこういうのであんまり出たことないんですけど、うん、10秒以内。そうだ、なしでしょ。オープナーなし、なし、死闘なし、吸引なし。本当にこれびっくりするから絶対。おお、果たして10秒以内にどのようにワインのコルクを抜くのか。和田アキ子夢のイリュージョン開演です。ちょっと待って、やっぱり湧くんだよ、やっぱり湧くんだよ。怖い、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 怖い。さあ、それでは参りましょう、はい、ワインのコルクを10秒で抜く時短テクニック、レッツ時短。3、2、1、GO。 はい、割とね、軽めに、軽めに、ここへね、はい、いきますよ、見てください。もう大丈夫やと思うけど。ワインボトルを数回打ちつけただけで、なんとコルクが一瞬で抜ける。これぞまさにクリスマスの奇跡。このテクニック、その仕組みとは。ボトルをやっと打ちつけるとボトルが変形します。なんとボトルを打ちつけた衝撃でコルクとの密着面がわずかに変形するのだそうです。コルクがボトルの入り口を押している力が瞬間小さくなって摩擦力が減ります。でそのためにコルクが動き出す。これが繰り返されてコルクが抜けるんだと考えます。つまりワインが上に向かおうとする力がコルクを押し上げると考えられます。水が大きく動けるよう空気量が多いワインがおすすめ。ではその方法をおさらい。まず床に衝撃を吸収する厚手のゴムや雑誌を敷き、その上にさらに四つ折りにしたタオルを3枚ほど敷いてください。開いた時に吹き出さないようハンカチをかぶせます。
そしてタオルの上に5回ワインボトルの底を打ち付けてください。タオルからはみ出すことのないようくれぐれもご注意を。コルクがスムーズに抜けるかどうかはボトルの形やコルクの乾燥状態などによって違いますので、5回打ち付けた後コルクが全く動いていないようなら無理は禁物です。